どうも、バーセル柴田です。さあ、今日は皆さんどこだと思いますか。ここはこの赤レンガ、見覚えないですか。そして、僕のチョッパーが止まってるっていうことは、ここは新店舗の、今日はスリーズマイルでございます。最近結構僕あっち行ったりこっち行ったりしてるんですけど、今日はね、せっかくなんでちょっとスリーズマイルのね、新しいアイテムがたくさん入ってきてるんで、ちょっとそちらもご紹介していきたいと思います。今日はちょっとね、これお客さんのね、お客さんのアルコね、でね、これお客さんのなんですけど、見て、後ろわかります。で、ちなみになんですよ、ちなみにですけど、ついに新店舗の方にも試乗車ようやく届きました。もうね、今ね、人気でもう試乗車も手に入らないような状態だったんで、オープンの日に間に合わなかったんですよ。で、ようやくこっちもあっちの大名のバースデーの方にも試乗車がね、両方見れるようになったんで、どちらでも試乗はできますんで、ぜひ行ってください。で、こっち見てもらうと分かるけど、ほら、後ろね、リアね、こうリアフェンダーがついてますよね、ドロよけね。で、これ、こっちお客さんだね、分かるでしょ。これ、ね、もうちょっとケツの方から撮ってあげると分かりやすいですから、こっちからめちゃくちゃスッキリしてるでしょ。こういうね、リアフェンダーを必要じゃないっていうことは、これもうボルトオンで、ボルトでこうついてるだけなんで、すぐ外せるんで、納車になった方は、いらない方は外してもらってもいいと思います。みんなほら、泥が跳ねるんじゃないのって、ね、よく言う人おるけど、基本雨の日あんまり乗る人いないんで、多分ね、外してもらってもいいと思います。一応これはもう、アルコンのメーカーさんの一応サービスっていう形でね、なんか山にオフロード走りたいっていう人とかは、多分こういうのがあった方がいいっていう要望もあって、一応つけてくれてるっていうだけなんで、よかったらね、こういうカスタムとかもね、ぜひ参考にしてみられてみてはいかがでしょうか。はい、で、今回ですね、非常にこう嬉しいことが、皆さんに、ね、感謝の気持ちを、ね、たくさん伝えたいことが本当は僕あるんですよ。で、YouTube ですね、登録者数も300人突破いたしました。ありがとうございます。で、まあね、300人目の方かはね、ちょっとね、重ねてまたお礼申し上げます。ありがとうございます。で、ちょっとね、僕もこう欲が出てきて、チャンネル登録者数もね、どんどん増えた方がいいと思うんで、やっぱりここから年内に330いけたらめちゃくちゃ嬉しいんで、よかったらですね、これ本当ね、僕また今日もいろんなね、お知らせ、スタイリングのご紹介、アイテムのご紹介ね、そういったものも含めてね、ご紹介させていただきますんで、よかったらチャンネル登録、いいねボタン、ぜひともよろしくお願いします。じゃあ今日も早速アイテム紹介いってきます。はい、じゃあスタートしていきますね。まずね、また店内内装パワーアップいたしました。ちょっとバタバタ作ったんで、最初のオープンの時間に合わなかった、こういうね、 LED がね、ついにつきました、ね、あとこの下も、これ下も撮ってたりした、ね、線があるでしょ、下にハンガーのね。で、あとこっちね、こっち、あとほらこっちにもようやく棚がつきました。で、ここはもうアレキサンダー・リーチャーの小物だったり、三原康弘さんとかのインストルメンタルですね、アイテムだったりとか、これもね、バースデーでも取り扱ってる、まあ、YouTube で先日もご紹介してたんですけど、サノもね、サノもずっと完売してたんで、全く物がなかったっていうね、状態だったんですけど、ようやく一部のね、品番除いてはね、ほぼ全部入荷したんで、このタイミングでこちら新店舗のスリーズマイルの取り扱いがスタートしております。結構ね、ようやくちょっとこうお店っぽくなったかなというふうに思いますね。で、今日はね、今日のアイテム紹介、今日は
スレズマイル、なかなかね、あの YouTube の撮影なかなかできないんで、ちょっと今日は2品番ご紹介したいと思います。今日はまずはアレキサンダーリーちゃん、アレキサンダーリーちゃんのノーカラシャツ、ノーカラシャツ。こいつもね、まあこれ後でもう着るんで見たら分かるんですけど、めちゃくちゃかっこいいんで、これとあと最近ちょっとおしゃれでファッション感度の高い人がよく見てるこういうつなぎね、つなぎ、つなぎのスタイルは特に、まあていうか持ってない人が多いから、ね、9割以上の人は持ってないと思うんですよ。だから着方がよく分かんなかったりとかイメージ分かんない人多いと思うんで、ちょっとねこの動画でね、まあ、僕はほらもともと古着屋だし、古着屋時代もつなぎなんてもうめちゃくちゃ着とったし、もうつなぎのね着方はね、まあ僕得意なんで、いろんなねちょっとスタイリングをちょっと、2種類ぐらい、織り交ぜながらね、ご紹介していきますんで、ちょっとね早速着替えてみたいと思います。はい、これはニャンコエクスプレスです。はい、ニャンコエクスプレスのねラグマット、これもねアレキサンダーリーちゃんから発売されてて、でこれも届いたんでちょっとこれ動画だけ載せておきますね。これね、これはあのアメリカの有名なチャイニーズレストランね、パンダエクスプレスの、パロディです。はい、じゃあ早速アレキサンダーリーちゃんのつなぎを着てみました。こいつでサイズは2です。まあ僕身長170センチ、体重63キロの僕着てもうほんとびしゃりですね。てかね、多分このサイズ感なら女の子が着ても多分いいと思います。多分でかいけどちょっとゆったりめにね着るので、もう僕も多分もう一個大きいサイズでもいいかなっていう気もあのしちゃったりするんですけどね。もともとつなぎは結構こうやって大きめに着るやつなんで、あのこの辺はね慣れてもらったらいいかなと思います。でね、つなぎっていうのは基本的にこれだけじゃないです。スタイリングっていうのはちょっとねもう一個あのスタイリングをね、もう一番代表的なやつをちょっと、ね、紹介しますんで、ちょっとこのねつなぎのすごい優秀なところっていうのがいくつかあって、こいつね、これ実は中にパープルの、わかるかな、見てこういう風にパチャって、ね、止めれるこのベルトがついてるんですよ。で昔のそれこそあのヴィンテージのねつなぎとかはこういうのついてないから、僕らはやっぱこの着方がみんなしたいわけですよ。はい、じゃあ次ね、こういう着方してみました。つなぎをここのねウエストの内側にこのストラップのねこのパープルのねこの内側に見えないベルトがついてるんですよ。で昔のやつはベルトついてなかったんで、あの僕こうやってね、ほらこの状態の時にここに内側にベルトをつけて、実は見えないようにしてこうやって絞ってたんですよ。そうしないと落ちちゃうんで、ここだけで絞ってるだけだったら動いてる時に緩くなっちゃって、だからこいつはねこういう着方、まあだからパンツですよね、パンツ1パンツ、ちょっとね太めのこのフランネルのチェックのパンツ合わせる感じでそのまま切れちゃうっていうのは結構ねいいと思います。でこれサイズ2で、もううちね在庫がねもうこれ実は1個だけになっちゃって、僕と同じぐらいのね身長の方、体格の方に非常にこれはもうおすすめでございます、ね、これはもう、春夏ね秋冬そんな関係なくね楽しめるアイテムなんで、なんか季節に応じて、ね、関係なくしてもらっていいかなと思います。プライスもねこれで2万2000円プラスタックスなんで、まあ挑戦しやすい値段ではあると思うんで、まあよかったらこの辺もぜひ見てみてください。でこれにですよ、これにね今回はこいつ、このノーカラーのシャツね、こいつはちょっと入荷したんで、ちょっとねこれをちょっと早速合わせてみたいと思います。でねこいつはねこの生地はねこの生地感、ね、ちょっとこうナイロンとちょっとシャリ感になる生地感です。でこいつはもうプライスも1万8000円だし、まあ正直結構みんな選びやすいと思います。一応まあシャツだけど、まあちょっとこうコーチジャケットみたいな感じのアイテムですよね。これもねヨシ47さんとリーさんのコラボレーションのアイテムですね。まあリーさんもともと
前の動画でもご紹介してたんですけど、もともとあの、もともとプロスケーターなんですよ。で、まあね、日系のアメリカ人で、サンフランシスコで生まれて、でそれでちっちゃい時にも日本に移住して、そのままあの日本でね、そのプロスケーターとしてキャリア始めて、で、もう2004年か、だから今17年前かにブランド立ち上げて、今こうやってやってる感じなんですけど、やっぱスケートブランドっていうよりはちゃんとファッションとしてしっかり落とし込んでるっていうね、そういうなんかカルチャー寄り の遊びがねものすごくある人なんで、まあ僕が個人的にファンなのも結局その車だったりとか、まあ、雑誌よく見てる人は分かると思うんですけど、リーさんよくいろんな雑誌でよくあのコラム書いてたりとか、あのスナップだったりいろいろ出てるんで分かるんですけど、まあ、キャンプだったり車だったりバイクとかね、結構その、まあ、もちろんスケボーもそうですよ、あのそういうね、あの遊び的な要素っていうのをね、こうかなりあの熟知してるという方なんで、結局そのブランドやってるその周りの人たちもそういうつながりの方もすごい多い方なんですよ。だから僕らの世代の人たちからしたらもう当然のように知ってるし、若い人からすると、まあスケボーブランド、スケートブランドっていう認識はなんか一応ファッションブランドとしてね、まあ、ファッションの、ね、感度の高い方に、今、ね、非常にこう人気のあるというようなブランドです。なんでちょっとほらスタイリングでこう合わせてみたら分かると思うんですけど、ちょっと独特でしょスタイリングの雰囲気っていうのもね、こういう合わせとかもすごいかっこいい。じゃあちょっと次色違いちょっとしてみたいと思います。はい、じゃあちょっとこの次色違いしてみました。色違いね、じゃあブラックね、色はさっきのがボルドの色、うちあの2色展開なんですけど、こっちもねまた柄の入り方がね、このヨシ47さんの、イラストがそのまま総柄でプリントされてるものになります。で素材感もすごい軽いんで、もうこの上から今の時期だとアウター合わせていただいてするだけでいいと思います。で春先は もちろんこれだけでいいし、なんかねいろんな着方で楽しめるかなと思います。間にこの中にフーディー入れてあげたりとか、例えばこの辺のリーさんのフーディーを入れてあったりとか、そういうレイヤードでいろんな着方で楽しめるアイテムなんで、まあプライスもねこの価格帯なんで、まあこの辺概要欄にもまた載っけてますので、一応、オンラインに関しては、バースデーと、こっちのスリーズマイルの2店舗ね、どちらでも見れるように一応今準備してますんで、よかったらその辺もぜひチェックしてもらえればいいんじゃないかなと思います。はい、でまあちょっとねこっちのスリーズマイルはまあ非常にねあのこう店内もそうだけど、あのちょっと僕のなんか好きなものとか、まあこういうお店やってきて、お店始めて今丸11年経って今12年目なんですけど、まあその中での経験とか蓄積っていうのもいろいろあって、まあ、やりたいこととかやってみたいこと、また一から新しいことやってみたいなっていうね、僕のなんかちょっとこう好きなものっていうのも、ね、こっちのお店はね結構詰まってるんで、まあ、よかったらバースデーとね場所も近いんで、ぜひちょっとこちらの方にもね遊び来てもらったらね、僕もすごい嬉しいなと思います。はい、じゃあ今日ねちょっと僕いろいろ長尺でいろいろ喋っちゃったんですけど、まあアルコン、ね、乗り物、ね、ファッション、ね、アンティーク、古着、ね、こっちはもうそういうイベントとかもいっぱいやってるんで、まあぜひね、YouTube のチャンネルで、ね、登録していただければね、そういった情報とかも僕バンバン発信していきますんでね、ぜひともね、チャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いします。それでは本日もご視聴いただきましてありがとうございました。